今日はちょっと掘り下げて人間と食生活ということについて話してみたいと思います。人間はなぜ食事を取らなければ死んでしまうのか、何のために食べるのか、食べるために我々は存在しているのか、生きるために食べているのか、これを理解してもらいたいと思いますね。食べているものが何であるかを知らない人が多いのでございます。物を食べたという人が多いのでございますね。物を食べるんじゃないんです。すなわち生命エネルギーを食べてるんですね。物の持っている生命エネルギーを食べてるのでございまして、で物を食べるということはエネルギーのチャージでございますね。でエネルギーは我々の動きでもって言葉や動きや働きで消耗しますので、でエネルギーが少なくなりますとひもじくなります。そうすると食べ物でまたチャージすると、物の持ってるエネルギーでチャージすると、そして人間は生きているわけでございますね。本来は食べ物は必要としませんと言いたいんですよ。なぜあなた方は外から物を拾って食べるようになったかと言いますと、宇宙エネルギーとつながらないからなんですね。すなわち宇宙エネルギーを閉ざしていますので、外から物を拾って食べるようになった。そうですね。どこから皆さんエネルギーチャージしてますか？外からですか？内からですか？どこから本来はチャージすべきですか？エネルギーは。内からなんですね。で、皆さん方が宇宙エネルギーと一体となっていればですね、エネルギーに満たされてますので、空腹感がない。物を食べようという意識がない。だから星座は物を食べない。食生活がない。で、皆さん方はなぜ食生活をするかというと、宇宙エネルギーとつながってないから、自分肉体だと思ってますので、この肉体は受動原理ですから、能動であるエネルギーをあさぐり回るんですよ。それは外にみんなエネルギーを求めていますね。本来は無限大、いくら使っても減らない、その生命エネルギーを食すべきなんです。だからイエス・キリストは生命のパンを食せよと、天より来らるパンを食せよと言ったんです。これを食べる人はいない。皆さん方はその形をとったもののエネルギー、その世界からしかチャージできないと思って、エネルギーを外に求めてるんです。これを神を外に求むるなかれなんですよ。すなわちエネルギーを外に求むるなかれなんですね。エネルギーは汝のうちにありと、無尽蔵のエネルギーが皆さんにはチャージされているのに、これを閉ざしているんですよ。宇宙エネルギーを閉ざしているがゆえに、外部からのエネルギーをあさぐるようになったんですね。だから皆さん方は本当にこの宇宙エネルギーと一体になりますとですね、食料危機というものはエネルギー危機なんですよ。食料じゃないんです。あれ、エネルギーなんですよ。食料なんですか？エネルギーですか？エネルギーですよ。食料危機はエネルギー危機なんですよ。じゃあこの地球上にエネルギー危機、食料危機が訪れた時、エネルギー危機になりますから、拾って食べるものがなくなりますと餓死といって死んでしまいますよと。で、死なない方法が一つだけありますと。食料が全くなくなっても死なない方法があると。それは宇宙エネルギーと宇宙生命とつながることしかないんでございますね。だからこの20世紀後半に食料危機が来た時、どのぐらいの人が残るかということが非常に重要なんですよ。その宇宙生命と内なるエネルギーとつながったものは、食料危機が来ましても生き延びます。外側の世界にエネルギーを求めているものは死んでしまいます。餓死してしまう。求めたってないわけですから。食べ物がなくなりますと、それは人間は肉体保持できませんので死を招くわけでございますね。人間食べなくなりますと、おのずから消滅しますでしょ。消滅しますね。本来我々は外なるものの形を取ったものからエネルギーをチャージすべきじゃないんですね。チャージすべき、お米のエネルギーとか食べ物のエネルギーで、あなたが宇宙エネルギーと一体となっておれば、あえて形ある世界からのエネルギーをチャージしますか、しませんか。するしない、しませんね。だから21世紀に生き残りはですね、宇宙とつながる人のみが残ります。だからこの人類の3分の1が残ればいい方なんです。すなわち悟った人のみ、宇宙エネルギーと一体になったのに、肉がで生きている人間はみんな消滅